人の生徒が持ってた絵の具、黙って僕はポッケに入れてしまった。大好きな先生に知られ泣いていた。先生は一草部の保護区で、明日は必ず学校に来なさいと言った。友達と一緒に待っていてくれたあの先生思い出す。有島竹雄、ひとふさのぶどう。チャンネル登録しきみそれ。